ハーバート・チャップマンは、イングランドの元サッカー選手、サッカー指導者。WM フォーメーションを開発し、世界のサッカー界に影響を与えた、第二次世界大戦前の名指導者の一人である。チャップマンは、選手時代には、インサイドフォワードとしてプレーし、フットボールリーグや、非公式のアマチュアリーグのクラブで十数年間に、渡って、プレーをしたが、 選手としては体制することはなくタイトル獲得とも縁がなかった。引退後は指導者の道へ進み、1907年にノーサンプトンタウンの監督に就任すると、二度の南部リーグ優勝に導き、監督としての最初の成功を収めた。リーズ式を経て第一次世界大戦後の1921年にハダースフィールドの監督に就任し、4年間に リーグ優勝2回と FA カップ優勝1回に導いた。これらの手腕が認められ、1925年にアーセナル FC の監督に就任。チャップマンはオフサイドルールの改正に伴い、この対策に取り掛かることになった。1897年に作成された従来のルールでは、競技者がボールに触れるか、 スローインした時に、その競技者と相手ゴールラインの間に少なくとも3人の相手選手が存在する時に限りボールに触れることが許されると定められ、守備側に有利であった。1925年に国際サッカー連盟により改正された新ルールでは3人から2人へと変更され攻撃側に有利となった。これにより、得点数は増加したが、反対に守備側の負担は増加し、 従来の2から3から5フォーメーションでは対応できなくなっていた。同年10月に入荷するユナイテッド FC に0から7と大敗を喫すると、首相のチャーリー・ブキャンの提案を受けて、従来の2から3から5フォーメーションを改良。センターハーフを務めるハービー・ロバーツを FB に交代させ3人で守備を担当。5人の FW から2人を中盤に交代させ、 3から2から2から3とも言える夫人を採用した。システムが熟成するまで数年を有したが、1927年の FA カップで準優勝、1930年の FA カップでは、ハダースフィールドタウン FC を下し、クラブ創立以来初となるタイトルを獲得した。その後もリーグ優勝3回、FA カップ準優勝1回に導いた。また WM システムは、 世界のサッカー界に大きな影響を与え、1950年代までのおよそ二十数年間にわたって主流となった。チャップマンは経営者としても才覚を発揮した。アーセナルのスタジアムよりの地下鉄の駅名をギレスピーロードからアーセナルに変更することを提案すると、ロンドンの交通局も了承し、これによってアーセナルの観客動員数は大きくアップした。 1934年1月6日、肺炎により死去。55歳没。生前の功績が認められ2002年にイングランドサッカー殿堂入りを果たした。息子のケンチャップマンはラグビー選手でハリクイン FC に在籍。後にラグビーフットボールユニオンの会長を務めた。ありがとうございます。